さて困ったな。みんなにはどうやって言ったら。おい悟空、あいつ飛んでったみたいだけど、どこに行っちまったんだ。自分の家に帰ったかな。自分の家？あいつ結局何者だったんだ。おい、今はそれよりも話すべき重大なことがあるんじゃないか。え？貴様が話しにくいのなら俺から言ってやる。おめえ聞こえ。俺の聴覚は貴様らと出来が違うんだ。心配するな。奴の存在を消すような余計なことだけは言わん。ろくな修行もせずに殺されたんじゃたまらんからな、俺たちも。殺される？どういうことだ。告げられた衝撃の未来、人造人間を迎え撃て。ピッコロはトランクスのことだけはうまく謎のままにし、すべてを皆に話した。さすがに誰もがショックの色を隠せなかったようだが、3年後に現れるという恐ろしい2体の人造人間、歴史に逆らい、その殺人マシンとの戦いに生き残るべく、それぞれが厳しい修行をする決意でいた。人造人間か。まさかレッドリボン軍の名前を今になって聞くなんてな。しかし奴が未来から来ていたとは。オラも驚いたけど、でもあいつは信じていいと思う。カカロット教えろ。貴様ナメック星でどうやって生き残った。そうだ、俺たちずっと心配してたんだぞ。ほらもうあん時ダメかと思ったんだけど、最後の最後で運よく玉袋みてえな宇宙船見つけてよ。そうか、義乳特戦隊、やつらの乗ってきた船だ。そいつ乗って脱出したら勝手にヤードラットっちゅう星に着いちまった。義乳たちはヤードラットを攻めていた。そこに着くようインプットされていたんだ。なるほど、その妙な服はヤードラット人のものか。仲良くなってさ、もらったんだ。オラのはボロボロだったし。貴様のことだ。ヤードラットに行ってただ帰っては来るまい。奴らは力はないが不思議な術を使う。そいつを習ってやがったな。へへ、あったり。時間がなくて教えてもらった技一つだけだけど、瞬間移動っちゅうやつができるようになったぞ。瞬間移動つっても移動するには場所じゃなくて人の気を感じ取る必要があるんだ。つまり知ったやつのいねえ場所とか行けねえ。そこがちょっと欠点かな。いや十分だろう。あんた今やもう何でもありね。よし、ではみんな3年後に現地で集合しよう。3年後のいつどこへ行けばいいんだ。3年後の5月12日午前10時頃、南の都の南西9キロ地点にある島だ。1時間前午前9時にでもその島に着けばよかろう。言っておくが、自信のない奴は来るな。足手まといになるようなものにいられちゃかなわんからな。カカロット、スーパーサイヤ人になったからっていい気になるな。この俺はそのうち必ず貴様を叩きのめしてみせる。サイヤ人ナンバーワンは俺だってことを忘れるな。じゃあ3年後のその場所で。本当に自信のあるもんだけで構わねえかな。よし、俺たちも行くとすっか。そうだピッコロ、俺とご飯と一緒に修行しねえか。組手とかやりてえし。いいだろう。
望むところだ。やった、ピッコロさんと一緒に修行できるんですね。そんじゃみんな3年後にまた会おうな。おう、一度うちに帰るでしょ。お母さんが待ってるよ。そうだな、父に顔見しとかなきゃいけねえだろうな。ピッコロ、まずオランチ寄っていいか。構わんが、あまり時間をかけるなよ。帰ってきてくれて。オラもか、ありがとうな、ヤムチャ。俺は遠慮するよ。ねえねえ、人わ、悪い。それに、あんたね。俺も叩く。その人、僕は天さんのピッコロとの修行か。ワクワクしてきたぞ。俺は手加減せんぞ。おめえも元気そうだな。まったく、1年以上もどこをほつき歩いてただ。そんな妙竹林な格好して、それにご飯ちゃんまでそんな格好で。いや話すと長くなるんだけどさ。はあ、まあいい加減にしてけね。冗談じゃねえ。悟空さ、どこまでご飯ちゃんの勉強の勉強もわかっが、3年後には地球そのもんがヤバくなるかもしんねえんだ。ダメだダメだ、なんと言おうと許さねえ。じゃあおめえは地球の未来よりご飯の勉強の方が大事だっていうか。当たり前だ、ご飯ちゃんの勉強の方が大事に決まってるだよ。いい、さすがにそりゃねえだろ。な、頼むよ。仕方ねえだ、これが最後だべ。ちっちい。だけど3年経ったら絶対憲法をやめさすからな。本当にすまねえ、ちっちい。スーパーサイヤ人にも弱点があったか。よし、そんじゃ修行に行くとすっか。悟空よ、聞こえ、この声、神様か。うん、よく聞こえんぞ。久しぶりだな。よくぞ地球に帰ってきたな。待っていたぞ。早速で悪いのだが、お前に大事な話がある。神殿に来てもらえるか。え、今じゃねえとダメか。ほら、これから修行が。みんなにとっても大事な話なのだ。みんなに、あ、わかった。今からそっち行くよ、神さん。うん、待っているぞ。ピッコロ、ごはん。悪いけど、ほら神様んとこ行かなきゃなんねえんだ。おめたちどうする。何、神だと。俺は奴のところになど行くつもりはない。そっか、じゃあおめたち先に修行しててくれ。
わは、はい、お父さん。でも、お父さん、場所ってわかるの？ピッコロとご飯の木探れば、なんとなく場所はわかるさ。大丈夫かな？そら、行った行った。オラがそっち行くまで、ピッコロとしっかり修行してんだぞ。任せておけ。久しぶりにしごいてやる。そんな。神様の大事な話か。なんだろうな。大事な話か。なんだろうな。よし、見えてきた。神様、なんか妙な感じだったな。よっ、神様。ミスターポポも久しぶりだ。待っていたぞ。で、一体何の用だ？ドラゴンボールについて話があってな。シェンロンの調子でも悪いんか？いや、私の死、私の存在そのものが消える。な、あくまで予感だ。そこまで深く考える必要はないかもしれ。もう、わかった。予感なら外れっかもしんねえしな。うん、だがもしもの時を考え、願いは今のうちに叶えておくのだ。よく考えて使わね。わかったよ、神様。おっと、そろそろ戻らねえとな。ピッコロたちはあっちか。やじろべえ。オラを呼んだっちゅうことは、なんか用でもあるんか？そういうこと、頼みがあるんだぎゃ。なんだ頼みって？先祖だわ、先祖。神様がまた育てるってよ。それにゃ肥料とか必要でよ。それ集めんの、おみやさんに頼もうと思ってよ。なら、おめえが集めに行けばいいじゃねえか。おりは忙しいの。どう見ても暇そうじゃねえか。うるしい。どうせ先祖はおみやさんたちが使うんでしょう。自分で探してくるのが当然でしょうよ。それもそうか。相変わらず軽いやつ。よし、じゃあ詳しく。てなわけで、肥料は聖地カリにあるでよ。場所も地図に印つけといてやったでね。この塔をずっと下に降りていきゃたどり着くでよ。肥料集め。わかった。行ってくぞ。こりゃ、超サリン様から
カリン様には先祖で世話になってっかんな。たまにはオラも手伝わないとな。ヤジロベのやつ、修行って感じでもねえしな。ああ見えてヤジロベのやつ、刀は凄腕なんだよな。初めて会った時、魔物カリン様には先祖で世話になってっかんな。たまにはオラも手伝わないとな。こいつはなんか嫌だな。さっさと片付けちまうか。ん？おめえ、あんでヤジロベのやつ、すご腕なんだよな。初めて会った時、魔物をバッサリ切っちまったしな。おお、なるほど。あっ、取ってきたぞ。やってくれ。ちょっと待ってろな。頼まれとったやつ取ってきたんだわ。バッカモン。それは悟空が取ってきた。楽ばかりしようとしようってからに。おい寝てたんじゃ。瞑想しておっただけじゃ。まったく、お主には一度ガツン、どんな仕置きをするべきかの。そりゃあにゃーわー。ともあれ、ご苦労じゃったな、悟空。また先祖が育ったら分けてやろう。お、頼んだ、カリン様。遅くなっちまった。黒たちんとこへ。